デオ鑑賞のお供といえばキンキンに冷えたニトロフューエルに限るよね。なんて言ったら飲みたくなってきちゃった。ビデオもここで見てっていいかな。いいけど、うちニトロフューエルないよ。ご心配なく、自分のを飲むから。うわ、ニトロフューエルが出てきた。それどっから取り出したの？ちょっとくるっと回ってみて。細かいことは一個なし。カリドーンのこの燃料担当を甘く見ちゃダメだよ。私この映画すっかり気に入っちゃった。世界の全部が私以外ペラペラの紙になったらすっごく面白くない？あの世界に住んでみたいな。燃料と火炎放射器を持ってみんなで遊んだらきっとハッピーになれるよ。それで何するつもりか聞いてもいいやつ？知りたい？じゃあ一緒にあの世界に行こうね。私と君だけで。郊外はさ、燃やせるものが全然ないんだよね。そこだけで比べたら新エリートの方が好きかな。だからこれからはもっと遊びに来るね。その時は君に会いに来てもいい？大歓迎だよ。私もバーニスが遊びに来てくれたら嬉しいなって。イエーイ！それじゃこのニトロフューエルでハッピーな友情に乾杯！声出しても無駄だよ。誰も助けになって来ないんだから。慌てないで。ちょっと命の燃料切れって感じになってるだけだから。リチャージするためにニトロフューエルをちょうだい。私、大きな扉の前にいたの。扉の中から真っ白な光が溢れ出して、ああ、なんだかハッピーって思って扉に入ろうとしたら、急に口に何かを詰め込まれて、あっという間に目が覚めちゃった。あっちの世界にはカリュドーンの子も私たちもいないんだよ。あんたがこっちに残ってくれて本当によかったよ、バーニス。サンキュー。もう元気いっぱいだから大丈夫。天国の扉を叩くのはあと150年くらい生きてからでも遅くはないよね。それよりまた同じ悲劇を起こさないように。連絡先を交換しよう。必要な時はすぐ SOS を出すね。
僕たちが婚約することは二人が11週目の胎児の頃から決まっていたんだ。この結婚は運命なんだよ。はあ、11週目じゃオタマジャクシだって足も生え揃ってないわよ。私たちその頃からもう婚約してたっていうの？とにかく私はインターネットで本当の愛を見つけたの。だからこの縁談は受けられないわ。ここで彼と会う約束をしていて、もうすぐ来るはずだから、あなたは帰ってちょうだい。インターネット上で相手が信頼できるか見極めるのは難しくない？前に私がボンプになりすました時だって結構な数の人が信じてたよ。生まれる前から勝手に決められていた婚約者よりはよっぽど信頼できるわよ。ご存知かしら、私去年の個人投資収益率はなんと 27% だったのよ。株を見る目が確かなのだから、男を見る目だって確かなのよ。彼と一緒にここを離れて映画みたいな自由の日々を過ごしたい。ちょっとさっきから言おうと思ってたのだけれど、隣でずっと見てるわね。何なの？あなたたちに何か関係があって？バーニス、私もずっと聞きたかったんだけど、今の話となんか関係あるの？実はそうなんだ。なんで私と関係あるって分かったの？怖っ。プロ騎士ちゃんが冴えすぎてて怖いよ。ここんグレンの3000豪華に抱かれてちゃん、お待たせ、私だよ。グレンの3000豪華に抱かれてちゃん、ちょっとリアルで私のアカウント名を言わないでちょうだい。待って、もしかしてあなた燃料を司る郊外の神？そうだよ。とってもクールでしょ。燃料を司る郊外の神、我ながらイケてるアカウント名だよね。あなた女性だったの？私の気持ちをもてあそんでいたのね。そうな、私は誰の気持ちももてあそんだりしないよ。私たちの間に流れる空気っていうのかな、それが微妙に変わった時、すぐに私は女だって伝えたはずだよ。私を拒むためにそんな嘘までつくのね、面白い男とか言って取り合ってくれなかったのは君の方だもん。だから直接誤解を解こうと思ってこうして会う約束をしたんだよね。やっと理解したわ。つまり全部私の一方的な思い込みだったのね。あなたはそんな私が舞い上がっているところをそこで見ていたってわけね。さぞうんざりしたでしょうね。好きなだけ嘲笑えばいいわ。待ってくれ。こんなことを聞くのは失礼かもしれませんが、僕にとっては本当に重要なことなので、彼女が一体あなたのどこに惹かれたのか、あなたなりの見解を教えてもらえませんか？さあ、私にもわかんない。分かってればすぐに直したんだけど、心当たりが全然ないんだよね。まあでもあの感じだと、私のどこに惹かれてたとしたって、それはもう嫌いなとこに変わっちゃってるんじゃないかな。でもね、あの子に好きになってもらうために君が無理する必要はないと思うよ。あの子との婚約はきっとただの義務ってだけじゃないんだよね。だったら本当の気持ちを伝えなきゃ。じゃないと何も始まらないよ。なるほど、まずは本心を伝えるところから。わかりました、ありがとうございます。
もらわず無事解決。燃料を司る郊外の神、君ってもしかして天才。バーニスってばモテモテだね。でもモテすぎるのも罪なのかも。でもそれってどうしようもないじゃん。でも今こんなにハッピーな暮らしを送れてるなんて昔の私は想像もしてなかったな。みんなとニコニコでニトロヒューエルをシェアしながらドタバタしたラブコメに巻き込まれたり、ラブコメしたドタバタの日々を送ったりして、やっぱり私トラブルに巻き込まれる主人公よりトラブルを起こす妖精でいる方が好きだな。みんなにハッピーエンドを届けるのは思いっきり楽しんでからでも遅くはないよね。でしょ。Thank you.